皆様ごきげんよう、九州空です。皆様はやっとさ、島春です。どうぞよろしく。今回はユナイテッドのターンです。どうぞよろしく。いいねボタン、チャンネル登録もよろしくね。今回は J2 リーグ第14節ホームで行われたベガルタ仙台戦をお伝え。前節からスタメンは4人交代でした。では結果はこちら、0対1で敗戦となりました。それでは試合後のコメント抜粋です。まずは大島監督。大型連休の最終日、ホーム2連敗という結果になって本当に申し訳ない。先制することが肝になる中、先に失点してしまったことが全てだった。しっかり受け止めてまた明日の練習に顔を上げて臨んでいきたい。続いて選手からは藤村選手。相手はワンチャンスをしっかり決めて、自分たちはチャンスを生かしきれなかった。一つ一つの球際のところや攻撃ではゴールをしっかり取り切るところはまだまだ足りない部分がある。練習から全員でハードワークしながらやっていきたい。そして花戸選手です。良い選手のいるチームに対してゴールを割れなかった悔しさがある。サッカーは先制されてしまうと難しくなってしまう。試合の言いは気をつけていたつもりだが、改めて反省しつつも前に進むしかない。試合後のコメント全文は J リーグ公式ホームページまたは鹿児島ユナイテッド FC 公式をご覧ください。では島春のポイントです。降雨や連戦ということもあり、序盤から主導権争い。なんとか先制点を生み出したかったが、15分にミドルシュートが決まり失点。お互いに素早い切り替えで悪くはなかったが、一瞬のコースから打たれてしまう。ミドルは枠外になるところも多いが、枠内に入れてきたところはさすがの J2 か。その後鹿児島が多く攻め、シュートも放つが主導権を奪った以上やや正義に。そうなると堅守が光る。この試合もだが、前半のうちに同点にできなければ後半は時間が経過するほどリードしている側が有利に働く。実際75分以降の得点が多いと言われるが、前半の得点は去年ベースからすればもう少し欲しいところ。ちなみに14節までのデータで言うと、前半でリードしている側の7割勝利するという例年通りの勝率。となると先にリードを奪うか、同点にまでは追いつきたいが、相手も前半リードで終わらせるために姿勢に振ってしまうこともある。そうなると内容は良かったが結果が伴ってこない。だがインタビューからもチームで共有してると思う。まずは日々のトレーニングから積んでほしいところ。サッカーは常に紙一重であり、状況が少し変化すれば勝ちは見出せると思ってる。第14節全試合の結果です。ゴールデンウィークで藤枝が3連勝達成。流れが好転すると結果に現れる。明治安田 J2 リーグ順位表です。清水が首位堅守。注意は中盤戦でも入れ替わりが激しい。次節は11日にアウェイで清水エスパルスとの一戦となります。現在首位で6連勝。厳しい相手になるだろうが、どこまで食らいついていけるか、全力でぶつかってほしいですね。最後に第15節の試合日程はこちらです。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうも下げました。おやっとさ、次回もお楽しみに。いいねボタン、チャンネル登録もよろしくね。